めぐみちゃん。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、猫ちゃん元気になるかな。きっと大丈夫さ。そうだよね。猫の名前は決めてあげたのかい？まだなの。お兄ちゃん、名前何がいいかな。そうだな。サスケはどうだい？きっと丈夫な猫になるぞ。やだ、猫ちゃん女の子だよ。サスケ、いい名前だろ。可愛くない。みんなにも聞いてみるね。それがいいよ。寒くないか？じゃあ、またな。ほら、腹減っただろう。うまそうに食べるな、こいつ。きっと、美味しいんだね。じゃあ、そのうちまた持ってくるか。よ、ああ、毎度。どうしたんだ？喉乾いて、ジュース欲しいけど、僕、小さいお金ないです。おごるよ。誰がいい？あなた優しい。僕嬉しい。僕飲むです。あなたのおすすめ。おすすめか。そうだな。ほら、おすすめありがとう。僕もらうです。店忙しいのかい？ああ、少し。あなた店また来るです。親父さんおすすめ食べにでも。ああ、とおじさんたちによろしく伝えてくれ。僕わかった。親父さんたち伝えるです。
じゃあ僕行く。用事あるです。あ、じゃあな。はい、毎度。すいません。お、いらっしゃい。チャーリーという男を探してるんですが。どんなやつだ？サングラスに革ジャン着てて入れ墨を入れてるらしいんです。さあ、知らねえな。そうですか。いらっしゃいませ、葉月くん。これを。葉月くん、またね。いらっしゃいませ、葉月くん。これを。じゃあ、くじを一回引いて。外れか。ごめんね、せっかく買ってくれたのに。いらっしゃいませ、葉月くん。これを。じゃあ、くじを一回引いて。外れか。ごめんね、せっかく買ってくれたのに。トム。はい、ウィオー。チャーリーって男を探してるんだ、知らないか？チャーリー？グラサンに黒い革ジャンで腕に入れ墨のある男だ。ノー、知らないね。そうか。親父さん。リョウか。チャーリーって男を知りませんか？
チャーリー？知ってるんですか？ファッションだけでバイクに乗ってる嫌な野郎さ。本当のバイク乗りじゃねえよ。どこに住んでるかわかりますか？さあなあ、たまに来るだけだし。そうだ、鶴岡んとこに行ってみな。鶴岡さんってスカジャン屋の？やつんとこにたまに顔を出すって言ってたぜ。わかりました。トム、チャーリーって男のことだけど、他の人に聞いてみるよ。わかった。
ようこそ占いの館へ。すいません。お困りのようですね。ええ。では占いましょうか。1回300円になりますが。はい、お願いします。では何を占いましょう。おやめになるのですか。やっぱり結構です。そうですか。では困った時はまたお立ち寄りください。ええ、じゃあまた。悩み事が終わりのようですが。ええ。では占いましょうか。1回300円になりますが。はい、お願いします。では何を占いましょう。運命の糸をお願いします。では、見えてきました。男の人が浮かび上がりました。どのような方か分かりませんが、あなたに深く関わる人物となるでしょう。そうですか。他にも何か占いますか。いえ、もう結構です。そうですか。では困った時はまたお立ち寄りください。ええ、じゃあまた。いやあ、いらっしゃい。チャーリーって男を知りませんか。チャーリー？どんな人？サングラスに革ジャンを着て、腕に入れ墨をしてるらしいんですが。知らないな。そうですか。栗田さん。よう、あんたか。チャーリーって男を知りませんか。え、チャーリー？黒の革ジャンにサングラスで、腕に入れ墨があるんです。たまに店の前うろついてるやつだ。買う気もねえくせに売り物に文句垂れていきやがる。チャーリーはいつここに。大抵スカジャン屋覗いた後でうちにフラフラ寄ってくるんだ。そういうやつはクブクリン冷やかしなんだよね。そうですか。
どうした？ちょっと聞きたいことが。ほう、喧嘩には負けねえって目だな。まだガキのくせして青くせえやつだぜ。てめえ、何なんだ？聞きたいことが。てめえと話す気はねえよ。この野郎、生意気な面しやがって。文句あんのか？え？聞きたいんだ。ふざけんな。あっちへ行け。すいません。いらっしゃい。服部さん、今いいですか？なんだい？人を探してるんです。チャーリーって男を知りませんか？チャーリー？どんな人だ？黒い革ジャンにサングラスをかけて腕に入れ墨をしているらしいんです。外人ならこの辺にごまんといるが、そういう人は見かけないな。そうです。すいません。お、いらっしゃい。チャーリーという男を探してるんですが。どんなやつだ？サングラスに革ジャン着てて入れ墨を入れてるらしいんです。さあ、知らねえな。そうですか。うるせえ。糸井のおじさん。よう、
いらっしゃい。チャーリーって男を知りませんか？チャーリー？チャーリー。ああ、近頃の若い人は自転車のことをそんな風に。いえ、自転車のことではなくて、入れ墨をした男なんです。さあ、知らんねえ。そうですか。すいません。よう。チャーリーって男を探してるんですが。チャーリー？どんなやつだ？いつも黒の革ジャンにサングラスで腕に入れ墨があるんです。あ、知ってますか？うちのスカジャンに何癖つけたやつがいるのよ。これ見よがしに入れ墨ちらつかせてさ。そうですか。その入れ墨の男はいつ？ああ、来たのは 4,5 日前だ。柄の悪いやつで腕の入れ墨ちらつかせて。ありゃあろくなやつじゃねえな。その男の居場所とかは？いや、これが知らねえんだ、悔しいことに。そうですか。タムさん。おっす。チャーリーってやつ知らない？チャーリー？外人か？わかりません。ただ黒い革ジャンにサングラスで腕に入れ墨があることだけしか。ちょっとわかんねえな。最近そういう格好のやつも多いからな。そうか。おじさん。よう、りょうちゃんか。チャーリーって男知りませんか？チャーリー？腕に入れ墨をした男なんです。入れ墨？いや、知らねえな。そうですか。一緒に探してやりてえとこだけど、仕事休むと母ちゃん怒るんだ。すいません、気を使ってもらって。あの、はいはい。あの、聞きたいことが。なんだい？チャーリーという男を探してるんですが。チャーリー？どんな人なんだい？サングラスをして黒い革ジャンを着てバイクに乗ってるらしいんです。バイク？ならバイク屋に行ってみたらどうだろう。ほら、うちの店を出て右の方にある。行ってみます。ありがとうございました。閉まってるな。閉まってるな。
まだやってないか。赤坂さん。よう、りょう。チャーリーって男を知りませんか？チャーリー？いつもサングラスに革ジャンを着ているんです。確か前に通りで見かけたな。本当ですか？ああ、でもそんなやついっぱいいるぜ。腕に入れ墨をしているんです。そんな客いなかったな。そうですか。小峰さん。いや、いらっしゃい。チャーリーって男のこと知りませんか？チャーリーね、聞いたことないな。腕に入れ墨があって。いや、知らないね。そうですか。あ、りょうちゃん、腹減ってないかい？焼きたてのほかほかがあるよ。いえ、また今度にします。そう。山岸さん。おう、亮君か。こんな時間にどうしたんですか？一杯やってたんだよ、君の父上と。親父と？こう見えてもわしは昔古武術を習っておってな、君の父上とよく手合わせをしたもんだ。手合わせの後はいつも二人して飲んだからな。あ、そうだ、こんな技を習ったことはあるかね？え？見ておきたまえ。山岸さん、その技は？昔、岩尾君にも教えた古武術の技だ。親父に？古来より意気投合した武術家同士は互いに技を交換して友情を深めたんだよ。ちょうどいい、これも何かの縁だと。君に教えようと思うがどうかね？ぜひお願いします。だったら善は急げだ。今ここで教えよう。古武術の重ね当てという技だ。まず型を説明する。よく見ておくんだぞ。まず
一歩前進し、同時に腕と足に力を込め、長打を放つ。これが重ね当てだ。まずは体さばきからやってみなさい。素早く重心を前に移すんだ。よし、いい感じだ。次は全身と同時に腕と足に力を込め、長打を放つのだ。さあやってみなさい。重心は前だ。無駄な動きをしておるぞ。上出来だ。この短時間で身につけるとは、なかなか筋がいい。ありがとうございます。この重ね当ては戦国時代に編み出されたものでな、章を二度続けて当てることで鎧を着た相手にも衝撃が伝わるよう工夫されている。本当に身についたかどうか、もう少し練習するかね。はい、お願いします。よし、稽古熱心なのはいいことだ。さあ続けようか。納得がいかないのならもう少し続けてみるかね。はい、お願いします。わかった、続けてくれ。納得がいかないのならもう少し続けてみるかね。いえ、もう大丈夫だと思います。そうか、わしももう年だ。体が動くうちに教えることができてよかった。君はまだ若い、父上を超えるよう頑張るんだぞ。はい、ありがとうございました。いつの日か君とも酒を酌み交わしたいものだな。ええ、その日を楽しみにしているよ。こんにちは。やあ、りょうちゃん、いらっしゃい。明田川さん、チャーリーって男を知りませんか？黒い革ジャンにサングラスで、腕に入れ墨をした男ですが。知らねえな。少なくとも、うちにそのなりで来た客はいないぜ。名前にも聞き覚えないしな。そうですか。
すいません。お決まりですか？客でチャーリーって人来ますか？サングラスに革ジャンを着ているんですが。は？サングラスに革ジャン？確か栗田さんのところで見かけたわ。ミリタリーショップの。ええ、わかりました。すいません。お客さん一人？あのチャーリーって男を探してるんですが。チャーリー？黒い革ジャンにサングラスをして腕に入れ墨が。さあ、見たことないわ。そんなことよりゆっくりしていけるんでしょ？いえ、急ぐので。あの何？なんか飲んでく？いえ、失礼します。あら、残念ね。
栗田さん。よう、あんたか。チャーリーって男を知りませんか？え、チャーリー？黒の革ジャンにサングラスで腕に入れ墨があるんです。たまに店の前うろついてるやつだ。買う気もねえくせに売り物に文句垂れていきやがる。チャーリーはいつここに？大抵スカジャン屋覗いた後でうちにフラフラ寄ってくるんだ。そういうやつはクブクリン冷やかしなんだよな。そうですか。親父さん、寮か。チャーリーって男を知りませんか？チャーリー？知ってるんですか？ファッションだけでバイクに乗ってる嫌な野郎さ。本当のバイク乗りじゃねえよ。どこに住んでるかわかりますか？さあな、たまに来るだけだし。そうだ、鶴岡んとこに行ってみな。鶴岡さんってスカジャン屋の？やつんとこにたまに顔を出すって言ってたぜ。わかりました。ヘイボーイ、何か探し物かい？お前はノー、この間のお詫びしたいだけね。何？ストロングな男好きね。 You are very strong よ。そんなことはどうでもいい。チャーリーという男の居場所を知らないか？チャーリー？ほほ、フレンドね。本当か？人を信じない、よくないね。目についてくるよ。チャーリーに合わせるね。ハハハ、引っかかってね、マヌケなスクールボーイ。
チャーリーを知っているか。そんなやつ知らない。そのタトゥーはどこで入れた。沖縄。嘘じゃない。でも横須賀にもタトゥーショップある。ミノフレンド言ってたよ。タトゥーショップどこだ。 I don't know。 本当 believe me。ハニーさん。はい、リョウ。この辺でタトゥーショップ知りませんか。タトゥーショップ？ Sorry、 心当たりないね。そうですか。トム。はい、リョウ。この辺でタトゥーショップ知らないか。リョウ、タトゥーするの？いや、人を探してるんだ。 Sorry、 タトゥーショップは知らないね。そうか。すいません。話があるならお店で。それでいい？ええ。そんじゃバーイ。失礼します。もうこんな時間か。ほら、飲みな。うまいぞ。全部飲んでいいんだぞ。また持ってきてやるから。